こんにちは。こんにちは。キャリアコンサルタントの山田です。辻村です。この番組はですね、自由に生きるためのやる気と元気が出るパワーフレーズをテーマトークの中で提供していきます。興味がある人はチャンネル登録をお願いします。お願いします。辻村さん、今日よろしくお願いします。お願いします。今日のテーマですが、はい、格闘技ではないんです。はい、最強の虫は何か激論してみようと思うんですが、はい、前バキンでね、はい、カマキリが一番強い、はい、いうような話が出てたんですが、はいはい、確かにまあカマキリ強いのかなっていうところはあるんですが、はいはい、まあ、とはいえ僕クワガタの方が強いのかなと思うんです。うん、あのチッピュッて、はいはいはい、挟めるし、はいはい、っていうところが、はい、鶴瓶さん何だと思います？何でしょうね、まあ、全部が同じ大きさだったら、はい、そうですね、縦と矛を持っているので言うと、うん、見た目だけで言うとサソリかなと思って、ああ、ね、はいはいはい、鎧あるでしょ。なるほどなるほど。で固定できるでしょ、うんうん、固定できた上にこの、うん、はいはい、このどこまでがどこまでが、はいはい、固定してですかね、はいはい、普通だったら挟むだけじゃないですか、はいはい、でまあ、でもその万引きみたいにガチャッと掴んで、うん、はい、ブリ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 っていくのもありますけど、擦り切れるわけじゃないじゃないですか。なるほど。メキメキメキでしょ、うんうんうん、メキメキの後にブシッですからね、はあ、戦闘力としてはサソリ強いのかなと思うと、うん、サソリでもね、そんな攻撃的じゃないですよね性格がね、性格が意外に温厚、いかついくせに、いかついんですけど、ええ、結構温厚なんですよビビりなんですよサソリです。サソリね、自分からいかけんですよ、受け身なんですよ。ひげ生やしてる人と一緒ですか、その気持ちそうなんじゃないですか、もうないやね、お前そんなに持ってんのやったらわっさいけやと思うんですけど、めっちゃもうエビみたいに、あサソリね、めっちゃそうなんですよ、性格になありなんで。なるほどなるほど、性格大事ですもんね。性格大事ですもんね、確かに。それからもうあのカマキリみたいなイケイケなやつ、カマキリイケイケですよね、イケイケ残虐ですしないから。まあでもちょっと細いでしょ、線が線が確かに細いです、次いちゃいます線細いから、次いちゃいますけど、もうちょっと筋肉ついてくれやんとって思いますけど、あんな細い首やとね、うん、ボリーニングとかですよ。やっぱあれですかね、こうイメージすると虫同士の戦いで、はい、あんまりこう打撃戦っていうのがイメージできないんですよね。そうなんですよ ね、 ね、噛み合いなんですね。そうやっぱり抑える力が強いから勝つそうな気がするんですよ。そうなんですよ、だからサソリはね、だからビッグなんでしょ、まあ、確かに確かに走るんですよ、性格がバツンと書かれますね、もうビビリやな、ビビリだもんね、なんかもうサソリやかんすよカブトなんかもね、あもう角一本でイケイケですから、イケイケですよね、ブリーンブリーン確かにブリーンブリーンいきますよ、攻撃でいそうですよね、カブトカブトはね、うん、もうなんでしょうね、これなんかもうでもブリーンやられたところでって話なんですよ、あれもっとね、うん、ずっと刺さればね、はいはいはい、あるんですけど、そういう意味で言うと、その勝ち負けを、はい、例えばまあ、何でしょう、倒したら、まあ、相撲で言う、その土俵に押し出したら勝ちとかっていうルールではなくて、はい、まあ、言ったら、最終的には、まあ、言ったら相手をこう、ね、仕留めるところまで行くとすると、はい、なんなんですかね、カブトがバーンバーンっていう。あれだから、いわゆる自分が吸う樹液とかから、はい、跳ね抜けるっていうね、あ、縄張りなんですよ。縄張り。縄張り争いに勝つための武器でしょ。すごいですね、そんなこと知ってるんですね、はい、なんかそれいわゆる自分の縄張り、自分の餌を守るための武器と、そのもの自体を食うための武器とですね、防御型か、はい、いわゆるね、なるほどなるほど、捕食型かで変わってきますよね、うん、だからクワガタなんて別にガチッと挟んでも、そこで食うわけじゃないじゃないですか。そうですね、バッと挟んでブリーンっていう、もうあバックドロップブルーンバスターですよ。なるほど、うん、カブトもそうですね、カブトもそうです、カブトもそうです、外で助けるもんね、あそうですそうです、あんまりだから残虐ではないですもんね、彼は。そうです、だからその自分が吸うための樹液とかのところの縄張りに勝つための武器なんで、まあ、チュッチュ吸ってるだから別に殺さなくてもいいわけですか。そうかそうか、凶暴性でいうとやっぱりカマキリですかね、正確に何なるよねだからちょっとカマキリ似てる風貌のやつは気をつけた方がいい。こいつちょっとカマキリ似てるやつは攻撃的なんで。なるほど、うん。ちょっと痩せ方は怖いですね。なるほど。痩せ方は手長いやつみたいな。でもなんかこの間みんなで言ったのはアリが強いんじゃないか。アリですか。はい。アリさんアリが強いんじゃないかっていうんですけどね。うん。だからアリがちょっとね、団体戦でしょ。団体戦だってね。団体は強いですね。アリとハチってね、あの、うん、ほら、集
断的に脅威ですよね。なるほど、なるほど。一人攻撃した。もうちょっとやばいっす。やばい、組織に頼るのは話ですよ。組織力ありますけど、組織力あるの、1対1で来るんで、1対1やったらやんだるけどみたいな。なんかこう、一匹狼的なアリっていうのも見ないですもんね。そうなんですね。一匹狼のアリっていうのは変な話ですけどね。うん。はい。ちょっとまあ、この話面白いんで。結局まあ、何の話か分からなくなりました。また次回。違うテーマでやりたいなっていうふうに思いますけど、みんなちょっと顎を鍛えとけ。はい、わかりました。ということでございました。今日もありがとうございました。何の話だった。